今時間ある？中庭行かない？うん、行こっか。騙された。人聞きの悪いこと言わないで。いや、あの誘い方は卑怯じゃん。誰も中庭で勉強するなんて思わないって。どこをどう使おうが自由でしょ。くっそー。ねえ、なんでそんなに面倒見てくれるの？人を注意したり勉強を教えたり。私なら面倒くさくてできないよ。臆病なだけだよ。何か問題が起きるのが嫌だから先んじて対処しているだけ。勉強してるのもそう。石橋を叩いて渡るんじゃなくて、どうやって石橋ができているかを知って安心したいの。怖いの、知らないことが。知らないことで手遅れになってしまうことが。もしかしたら私、あまり人を信じてないのかもね。そっか。でもそれってちゃんと先のことを考えられるからできることだよね。そうなのかな。偉いよ。私行き当たりばったりだからさ。もしかしてレナさん、それだけ勉強してるならこの世界のことも何か分かってたり。それは。だよね。レナさんでもこの世界のことは分からないんだ。レナさんは人を信じていないという。でもそれならここまで人のために手間暇をかけられるのかな。私にはそうは思えないよ。行きましょう。
欲しいことって掃除だったんだ。手伝ってくれてありがとう、あおちゃん。すっごく助かっちゃった。最近いつの間にかいろんなところが綺麗になってると思ったら、もしかして日和さんがやってたの？まあね、みんな喜んでくれるかなって思って。あ、いたいた、日和さん。おにぎり準備できましたよ。お、本当に作ってくれたの？ありがとう。志保さん？それにおにぎりって？この前日和さんが力仕事を手伝ってくれて、そのお礼におにぎりを作るって約束してたんです。たくさん作ったので、よかったら星崎さんもどうですか？おお、ありがとう。ちょうどお腹空いたなって思ってたとこなんだ。たくさん作って大変じゃなかった？また今度何か手伝ってお返しするね。え、そしたら私もまたお返ししないと。お返しスパイラルだ。なるほど、お手伝いしたら返しがもらえる。ということは、今日は日和さんを手伝ったから、日和さんに何かお返しをねだれる？おお、確かに。あおちゃん、何してほしい？何をお願いしようかな。せっかく日和さんを好き勝手にできるからな。え、好き勝手？私思ってたんだ、日和さんには猫耳が似合うんじゃないかって。明日一日猫耳つけて、ゴミにニャンをつけてもらおうかな。でも仕方ないかな、手伝ってもらったんだし。うん、やるよ。私は明日猫になる。星崎さん、あまり日和さんを困らせちゃダメですよ。え？ごめんごめん、日和さん冗談だよ。手伝ったお返しはこのおにぎりのお裾分けで十分だから。冗談？もうせっかく覚悟したのに。日和さんはとってもまっすぐな人だ。いいと思ったことを率先して実行する。見返りも求めずに。それに人を疑ったりしない。みんなのことを心から信じてる。だから日和さんはみんなをよく頼り、そしてそんな日和さんをみんなも頼る。こういう人のところに人は集まるんだろうなって思える。なんだか眩しいな。
ねえ、ほうき出しっぱなしにしてるの誰？あ、ちょっと抜けてるところもあるけどね。混ぜるときは白身を切るように。そうそう、上手。きなこ上達が早いね。私の教えることすぐになくなっちゃいそう。まさか。それに私の上達が早いって言うなら、それは志保の教え方がうまいんだと思うよ。次は人参を一口大に切って。ひよりさん、ストップ。え？包丁を使うときは猫の手ですよ。あ、そうだった、ごめんなさい。こちらこそごめんなさい、つい大きな声を出してしまって。ううん、だって心配してくれたんだよね。ありがとう、しほちゃん。しほさん、みんなの手元をチェックしながら自分の料理も着々と進めてる。すごい。って感動してる場合じゃない。志保さん、これ次はどうすればいい？あ、それはですね、では皆さん手を合わせて、いただきます。カレーもめっちゃうまだよ。お肉も人参もゴロゴロ大きくて幸せ。うん、志保の肉じゃがも美味しいよ。優しい味がするね。ありがとう。ねえねえ、青ちゃん、青ちゃんはどのお料理が一番美味しかった？でも、強いて一つに決めるとするなら、志保さんの肉じゃがかな。ひなこさんも言っていたけど、優しくってお母さんの味って感じがするんだよね。お母さんですか？あ、ごめん、嫌だった？いえいえ、そんなことないですよ。私にとっては褒め言葉です。ありがとう、星崎さん。でもでも、やっぱりどのお料理もすっごく美味しかったよ。私もそう思います。皆さんが頑張ってくれたおかげですね。それと、しほちゃんが教えてくれたおかげね。そうだね、よかったらまた教えてよ。私でよければいくらでも。今後ともよろしくお願いします。いい感じです。
どこ行きたい？それって…そうだ！これだ！いいね。うん。よし。オッケー。私たち仲良くなれそう。もっと頑張らなきゃ。時間大丈夫ですか？新しいブレンドを作ってみたんですけど。オッケー、試飲なら任せて。とは言っても
そんな自分がちょっと好きだったりなんて変でしょうか。あのさ、志保さん、この前普通な自分が好きって言ってたよね。あれは独り言みたいなものなので聞き流してもらえれば。でもラタンでひな子さんみたいな特別な人に出会って特別な体験をしたわけじゃん。そっち側の人間になりたいとか思わなかったの？実はむしろ逆なんです。どういうこと？それまではレールに乗っているみたいに決められた人生を歩むしかないって思ってたんですけど、ひな子に出会って少しだけ冒険して分かったんです。ああ、ちょっとぐらいの脱線なら簡単にできちゃうんだなって。だったらとりあえず今乗ってるレールを大事にしてみようと思ったんです。なんてことのない毎日を積み重ねた先に何かがあるかもしれないから。で、私が勝手にそう思ってるだけなんですけどね。星崎さん？あ、いや、びっくりしちゃって。そんな考え方もあるんだなって。私は今までずっと特別な人生がいいものだと決めつけてたけど、ちゃんと自分と向き合ってなかったのかもしれない。ありがとう、志保さん。どういたしまして。行きたい場所ある？ココロ、アオちゃん。いや、どう？うん、ほほう。ふむ。
ごめん。楽しかったね。行きたい場所ある？そうだね。行くぞ。
楽しかった。これがつながりの力。
いや、結構楽しかった。行きましょう。それは…すごっ！
だな。そうね。ごめんなさい。やる！そうだ！よし。暇でしょ。暇だよ。もしかしてまた遊びの誘い？もち、今日はサッカーボールとか持ってきたよ。また体力使いそうな遊びを。嫌だった。ううん、望むところ。ゆうき、バテてきたんじゃない？そろそろ休憩にする？いや、まだまだ平気。あら！ああ、もう！どこ蹴ってんの？ごめん。ゆうき、ボール見つかんないよ。ユウキ、大丈夫？ユウキ、落ち着いた？水飲む？うん、ごめん、心配かけて。本当だよ、もう。何事も全力なのはいいけど、倒れちゃったら意味ないよ。意味なくなんかない！え？あ、ごめん、大きな声出して。私がいろいろ全力なのは自分でもなんでかよく分かってなかったけど、ほら、私が病気だったって話あったじゃん。うん。もしかしたら私にはあまり時間が残されてないのかも。心のどこかにそんな気持ちがきっとあってさ、今を全力で楽しまなきゃ後悔するって感じたんだと思う。それが勇気がいつも全力な理由。まあそういうこと。心配かけてごめん。でも気は使わなくていいから、明日もまた全力で遊ぼう。